ルキウス・アエミリウス・パウルスは、共和制ローマの政治家、将軍。紀元前219年と紀元前216年の2度、失政官の職に就いた。ルキウス・アエミリウス・パウルス・マケドニクスの父親にあたる、名門パトリキのアエミリウス氏族出身。紀元前219年に、マルクス・リウイウス・サリナトルと共に、失政官に選出された。 その年の第二次イリュリア戦争において、ファロスのデメトリウスに勝利し、凱旋式を挙行した。翌紀元前218年には、カルタゴに最後通告を突きつける死者の一人に選ばれている。第二次ポエに戦争中の紀元前216年、パウルスは、ウアロと共に二度目の失勢官に選出された。同年8月2日の館内の戦いで、 ハンニバル率いるカルタゴ軍に大敗し、パウルスは戦死した。彼の死後、人義官の地位は、クイントスファビウス・マクシムス・ウェルコススが継いだ。パウルスの娘、アエミリア・テルティアは、スキピオ・アフリカーノスの妻である。カディス・アオドーガン碑文には次のように記されている。ルキウスの息子、最高司令官、ルキウス・アエミリウスは、ラスクタの塔に居住する。 ハスタ族の霊族の民たちの解放を決定した。彼らは、その時に自身が持っている土地や取りの所有を認められ、ローマの民衆と元老院が望む限り、それらを持ち続けることができる。1月12日、陣営にて決定した。ありがとうございます。